はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書2章テスト対策やっていきます。で、最初、まあ、2章の最初なんですけど、まあ、めんどくさい連立方程式を5問ねやります。まずここで1回ね動画止めていただいて、これをチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、まあ、不安なのとかね、ちょっと厳しいのがあれば、今から自分が全部解いていきますんで、確認してもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ連立方程式に関しては本編の方でもねいっぱい取ってるんですけど、まあこのめんどくさいのをねいかに早く解くかっていうねところが大事なので、まあやっていきます。で、基本的にこのめんどくさいのは小数、分数、まあこれがメインです。あとは括弧でね整理しろってのもありますけど、やっぱり小数分数がめんどくさい。で、基本的に対処の仕方は全部同じで、例えば1番、上、小数がありますよね。で、小数は基本的に消します。分数もだけど。で、小数の消し方は10、もしくは100をかけます。で、この場合は 0.3 と 0.7、それぞれ小数点1個ずらせば、3と7に変わるので、10をかけてください。そうすると、0.3 が 3x、0.7 が 7y。で、絶対に忘れちゃいけないのが、5にも10をかけるから50になります。これ気をつけてね。地味に忘れるからね、右辺かけるの。で、次も 0.9 がいるから10かけたいな。いや、分数あるけど。でもこいつも10かけたら消えますよね。だから全体に同じように10をかけます。そうすると、9x。で、10分の1に10かけると1になるので、y。で、地味に忘れないように、右辺にも10かけてマイナス10と。で、あとはもうあれ解きます、普通にね。で、自分は、代入法より加減法の方が好きなんで、全部加減で解いちゃうんですけど、もちろん代入で解いても構わないからね。で、これは、どうしよっかな。数はどっちもでかいんだけど、上に3かけましょうか。3かけて、x を合わせに行きます。そうすると、上に3かけるよ。9x プラス 21y。で、右辺にもかけて150。そうすると x がね 9x で揃いますんで、これで引き算しましょう。で、引き算するので、ここ消えます。で、ここがまあマイナスになって符号も変わると、まあ足せばね、こう変えるとね、だから 20y イコール160になります。で、これ両辺20で割ると y は8ですね。で、書くとこもないのでちょっとこれで書いちゃうよ。 y は8で、y が8って分かったので、ここに戻すのではなくて、こっちに戻しましょう。小数のところに戻すのはちょっと厳しいので、めんどくさいし、計算ミス起きやすいからね。で、まあ、下の式の方が簡単なので、ここに8を入れると、9x プラス8イコールマイナス10。まとめると、9x イコールマイナス18。これ持ってきてね。で、両辺、9で割れば、x イコールマイナス2となって、これで終了。です。で、まあよく連立方程式の時にね話をするんですが、連立方程式ってちょっとラッキーというかありがたい問題で、この答えが合ってるかどうかを確かめることができるんです。これがね、で、どう確かめるかっていうと、元々の式に x と y にこの値を代入するの。ただ小数分数の時はちょっとそれもめんどくさいんだよね。めんどくさいんで、それやるとね結構時間取られます。取られるから一回解いて、後で全部解いて、テストの時ね、全部解き終わって戻る時にもし時間あればやってみてください。で、どうやるかっていうと、ここに x にマイナス2入れるでしょ。 0.3 かけるマイナス2だから0、マイナス 0.6 なので、 y に8入れると 0.7 かける8だから、8756か 5.6 ね。で、イコール5ってなるじゃん、上書くとね。で、左辺計算するとこれ5になるんですよ。だから5イコール5だから同じになって OK だねっていうのを上と下両方やります。で、それがちゃんとね、下もこういう風に左と右が同じ数字になれば確実にこれは合ってるの、この答えは。逆に言うと、どっちかで左と右、左辺と右辺が一致しなかったらその答え間違ってます。だからもう一回やった方がいい。で、今この式をさ、こっちに直したでしょ。で、小数のね、ここでやるのが一番確実なんですけど、ここ、ちょっときついなと思ったら、ここに入れて確かめてもいいです。このマイナス2と8を。例えば下に行こうか。ここ、9かけるマイナス2して、マイナス18、
Y に8入れてプラス8イコールマイナス10、ここ計算するとマイナス10ですよね、同じになりましたって。これでも大丈夫です。ただこっからここに直すときにミスをしてる場合もあるので、こっちのが確実ではあるんですけど、やっぱ時間取られるので、ここだからまあ一回直した小数分数を消したとこに入れて確かめるっていうのは大事ですね。特に時間が余った場合はぜひやってみてください。あの1点でも多く取ろうっていう姿勢はすごく大事だからね。テストでも受験でもそうですけど。じゃあちょっと長くなりましたね、2番いきましょう。これちょっと動画長くなるな。でこれはまず上の式に関しては、まあ、いつも xy イコール数字っていうのがやっぱ基本的な形なので、 3x-2y イコールはマイナスなら右辺に持ってきて、まあ、こうしておきましょう。で次これですね、これちょっと1回下に計算します。2を配って 2x プラス 4y イコール y マイナス4で、 y こっちに持ってくればまとめます。 2x プラス 3y イコールマイナス4と。で2つのまとまったので、あとは普通に計算していきましょう。どっち、まあ2と3だからね、どっち合わせても同じなんだけど、まあ7が上が大きいから x 合わせよっか。上の式に2かけます。6x マイナス 4y イコール14、下に3かけます、 x 揃えるんでね、プラス 9y イコールマイナス12と。で引き算すると消えて、ここがマイナス 13y イコール26となる。で13で割るとこれ y イコールマイナス2になります。だから xy イコールまず y がマイナス2です。で出てきた答えを、まあ、どっちでも同じかな、上に入れよっか。 y にマイナス2入れると 3x、 ここマイナス2かけるマイナス2なんでプラス4イコール7、持ってきたら3になるから x イコール1ですね。で終了です。さあガンガンいきましょう。次で多分ね、この中で一番ややこしいのこれなんだよね。この上の式を直すのがちょっとめんどくさくって、これ小数と分数が混ざってます。さっきみたいに10かければ分数も消えるから OK ってなってればいいんですけど、これ10かけたら 3.5 は35に変わるでしょ。小数消えるんだけど、10だと3と4が消えないんだよね、分数が。で、こういう時は、一番安全なのはね、先に小数を消して10をかけちゃうの。かけて、それから小数も OK だからさ、分数を消しに行くっていう2段階で直すと、まあ一番確実なんですけど、自分のまあ経験上ね、これ絶対じゃないんですが、これ小数一回無視して分数だけ見てかけていくでしょ。で今3と4だから12かけるじゃないですか。でそれをかけると、実はそれをやることによって小数も消えますよっていうパターンが結構あります、中学校の範囲だと。でそれ一回やってみると、これ3と4消したいので12かけるよ。12かけるから3分の2に12をかけると8になります。暗算にごめんね、8になる。だから 8x 4分の1に12をかけると約分して3になります。でここですね、これちょっとやろうか。 3.5 に12をかける、そうすると2を10でここに0が出てくるから、だからね小数じゃなくなる。2を10で3、2が6だから7で、ここが3、5だから420で、小数点1個分だからここになって消えるっていうね、42になるから、あれ小数も消えんじゃんみたいな。これはね、結構多い。もちろん絶対ではないけどね。で、下の式はもうオーソドックスに全体ね、10かけて、マイナス 2x プラス 5y イコール24。さて、下に4かけるのがシンプルかな。x 揃えましょうか。8x プラス、ごめんの方がね、3y イコール42。4かけると、マイナス 8x プラス 20y、4かけると96。これ足し算ですね。23y イコール、でけえな、138か。138? あ、6で割れるんだね。あ、23で割ると6になるんだね。そうだね。ってことで、xy イコール、まず y が6と。出てきます。で、これも上の式でいいかな。
ここに y に6を代入すると 8x プラスサブ618イコール42、これこっちに持ってくると24になります。だから両辺8で割って x イコール3で、これで終了となります。ちょっとさ、時間見ていいですか、ごめんね。あ、めっちゃ長いね、ごめんね、急ぐね。で、4番いきます。4番は、まずここ配りましょう。2x-2y になって、マイナス 7y こっちに持ってくる。そうすると、2x プラス 5y になります。で、これね、地味なとこなんですけど、全部持ってきたときにこれで終わらしちゃう方が出てきます。これ何がまずいって、必ずイコール0書いてね。右辺何もなくなったから0書くんだよ、ちゃんと。しないとね、結構パニクるんで、これ。以外全部持ってきたからイコール0を書くと。で、下はもう分数がね、すごい邪魔なので全部に6をかけましょう。まずこいつ6かけると、まあね、そのまま約分されて落ちてくるから、こうなる。で、次です。6をかけると、2と6が約分されて3が残ります。で、残るんですが、マイナスがいるでしょ ?3 でしょ、これ前の時も勉強しましたけど、分数の棒から落ちてきたら、カッコつけてください。こうやって。え、なんでここくっつけないんですかって。これ別に前に配るものがなかったから、まあ、書いてもいいんですけど、どうせカッコ消えるからね。まあ今書いてないだけなんですが。で、最後、6かけるから、ここはマイナス9か。こうなります。で、これマイナス3配ると、マイナス 3x プラス 6y です。それを含めてまとめるとこっちだった。x のプラス 7y イコールマイナス9と。ここまでね、綺麗にまとめることができます。じゃあ、あとは普通にやって。俺、x ばっかり揃えてるね。もうここでも x の方が楽だよね。これこっちがあるから、ちょっとちょ、詰めていこう。2x プラス 5y イコール0。で、2かけて 2x プラス 14y イコールマイナス18引きます。消えてマイナス 9y イコール18か。つまり、うん、これちょっと変な書き方していい？ xy イコール、ここね、ごめんね、書く答え、 y がまずマイナス2になります。入ってるかな、 OK、 マイナス2で、マイナスに出てきたから、まあ、こっちの方が楽かな。上の式に入れると、ここがマイナス10になります。持ってきたら10。2x イコール10だから、2で割って、x イコール5と。こうなる。いいかな？さあ、ラストです。これは、色は青の方が分かりやすいかな。で、まあ、これも有名な、連立方程式で、イコールが2個あります。ほにゃららイコール、ほにゃららイコール、ほにゃらら。で、これはまあ本編でもやってるんですけど、塊を A、塊を B、塊を C ってなった時に、まあね、そう決めた時に、A、B、C から2つ好きなものを選んでください。どれでもいいんです、これは。例えば A と B 選びますみたいな。A と C、B と C、どれでもいいんですけど、それを選んで、まず式を作ります。だから、じゃあどうしようかな。じゃあ A と B 繋ぎましょうか。そうすると、2x プラス 3y マイナス 8a ね、これね。イコール b だから、まずこれで1個式が完成なんです。じゃあ a と c にしようか。これ b と c でも構わないからね。じゃあ a と c つなげると、2x プラス 3y マイナス8イコール c だから、マイナス x マイナス 2y プラス1っていう、この連立方程式を解いて、あとは終了です。めんどくさって感じするけどね。で、これまとめると、持っていきましょうか。マイナス x プラス 2y。で、マイナス8右に持っていこうか。イコール8だね。で、こっちも、3x プラス 5y イコール9か。で、綺麗にまとまったんで、あとは普通にやりましょうか。はい、また x を揃えるやつね、俺ね。上の式に3をかけると、マイナス 3x プラス 6y イコール24。で、3x プラス 5y イコール9となります。足しましょう。x 消えて 11y イコール33。両辺11で割ると y イコール3になります。だから xy。y がまず3ですね。
で、3が出てきたから、ここね、こっちやるときついんで、ここ使いましょうか。で、どっち行こっかな上行こっか。上の y に3入れると、マイナス x、ここ、2、3が6だから、プラス6イコール8なんで、これこっちに持ってくると、2になります。8引く6で。で、両辺マイナス1かけたり、まあ、マイナス1割ったりして、マイナス処理すると、x イコールマイナス2となって、これで、終了となります。まあね、ややこしいですけども、定期テストの時は絶対出てきます。もっと簡単なのが出るよ、最初に。もっと簡単なのが出てきて、その後の最後の方にこう、ちょこちょこって出てくる感じにはなるんですが、やっぱりここを取れるかどうかってすごく、まあ得点で差が出るところだと思っていて、この2章に関してはね。なので、まあ最初でも言いましたが、まずは確実に解くこと、ちゃんときちんと解けることが大事なんですけど、それができるようになったら、ちょっとスピードを意識して、ぜひね、練習してもらえたらと思います。では、今回は中学校2年生教科書2章のテスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、引き続きテスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。